ああ、言ってたね。ウレタン。ウレタン。2液。ああ、もう2ヶ月したら中で空ってるんだよ。そうだよ。自家重工しちゃうもん。いくらと思うの？知らない。13万8000円。うわあ、だって、ウレタン使うのが好きだったら言ってたじゃん、この前。ねえ、タンクは、使い、繰り返しになるんだけど、使い捨てなんですとか言ってたじゃん。ねえ。中身だけ詰め替えて売らないんですとか言ってたじゃん。タンクごと踏んですとか言ってたじゃん。昔から使ったよ、ウレタンなんか。昔から使ったよ、ウレタンなんか。制度を同じにさ、しないでくれるっつうんだよ。その中でも、とりわけて宣伝するわけじゃございませんが、八さんとか、あの辺が一番だと。一緒にしないでくれるっつんだよ。八さんとね、言葉で書きゃさ、収縮しません。収縮しませんになっちゃうけどさ、おい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 、10と何乗倍で収縮するかしねとかいう話なんだよ。だけどさ、それは低温でもうちの材料は固まりますかと。同じじゃん。ねえ。話しとるよ、ほんと。ええ。ほら、恐れを知らない、あれだよね。相手を選んで、説明しなきゃね。だけどさ、うん。ほら。だってなんだっけ、秋になるとそれ売り込み来るんだろ、みんな。